お島は、福井県堺市三国町あじまにある島。越前海岸にある島の一つで、東海岸中最も大きな島である。越前加賀海岸国定公園に含まれている。面積は、約10.2ヘクタールで、周囲2キロメートルは、海色崖になっている。島全体が流門岩でできており、近隣の東人坊同様に、中上設備が発達しているほか、板上設備も見ることができる。 スダジー、タブノキ、白玉のように温暖な気候を好む植物が生えている。島へは、安島漁港からお島橋がかかっており、徒歩、または自転車で、アクセス可能。橋の手前に駐車場がある。あわら温泉駅から、京福バス、東人坊方面行きで、安島下車徒歩10分。島の西側斜面上に、お島灯台が建てられている。心霊スポットとしても有名である。 福井県越前加賀海岸国定公園、お島の地質、ウェブ、大港神社あじま、大港神社、2012年6月3日閲覧、AB、お島の流門岩、福井のニュースジオチ茶を、福井新聞、2012年6月3日閲覧、お島の植生、ウェブ、大港神社あじま、大港神社、2012年6月3日閲覧、 心霊スポット大島で絶対 NG なのは、半時計回りだけではない。人に教えたくない北陸パワースポットガイド。2021年11月22日閲覧。ABC、大港神社の由緒。Web、大港神社あじま。大港神社。2012年6月3日閲覧。大島の源の光秀ひで Web、大港神社あじま。大港神社。 2012年6月3日閲覧、大港神社の社殿、ウェブ、大港神社あじま、大港神社、2012年6月3日閲覧、堺市、福井の文化財、福井県教育庁障害学習、文化財課、2012年6月3日閲覧、ありがとうございます。